福沢諭吉は日本の近代化と文明開化の立役者であり、慶応義塾の創設者として知られています。彼は教育者としても活躍し、慶応義塾を通じて多くの学生に教育の機会を提供しました。福沢諭吉は日本銀行の設立にも貢献し、日本の近代的な金融制度の確立に寄与しました。彼は保険制度の導入を提唱し、日本における保険業の発展にも寄与しました。福沢諭吉は外国語の翻訳者としても活躍し、多くの著作を日本語に翻訳しました。彼は西洋の文明に触れるために海外への渡航も行い、日本における近代化の方向性を示しました。福沢諭吉は思想家としても知られており、著書、学問の進めなどで日本の進歩と学問の重要性を説いています。彼は社会改革の提案者でもあり、貧富の差や身分の差を学問の有無によるものと説明し、平等な社会を目指しました。福沢諭吉は1万円札に肖像が使用されていることでも知られており、日本人にとっては非常に馴染みの深い偉人です。彼の業績は日本の近代化と文明開化に大きな影響を与え、現代の日本社会にも継承されています。